誕生日に贈る言葉。10月2日生まれの美的センスが良いあなたに。キキ物語。10月2日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは社交的で魅力があり、勤勉で説得力があります。博愛家で芸術に対するセンスがあります。理想主義的ですが、抜け目がなく、実際を重んじ、素晴らしい夢を現実のものに変える能力があります。あなたの支配性である天秤座の影響を受け、人々をくつろいだ気持ちにさせることができます。礼儀正しく洗練された態度に人々は惹かれ、集団の中で協力的に働く様子にも感心します。誠実な友人であり、素晴らしい親でもあるあなたは家族をしっかり守ります。美しいものを見分ける力があり、趣味がよく、自分のイメージを意識していつも良い印象を与えようとします。色と音に対する感覚が特に優れ、生まれ持った芸術的創造的才能が歌や音楽、演劇の分野で花開きます。環境に対して敏感なので、あなたの家庭はきっと温かく魅力的でしょう。理想主義的なことから深い意味を見出せるものに惹かれ、時間あるいはお金を惜しみなく提供します。目標が定まると決意は固く、結果を出すために懸命に働きます。しかし、仕事に対する責任感と愛や娯楽を求める気持ちとのバランスをうまく取れるかどうかが問題です。20歳までは仕事や人間関係などの社会的な面が問題とされます。21歳になって太陽がさそり座に入ると転機を迎え、気持ちの面で変化が生じます。きっぱりとした態度を身につけ、強い気持ちで物事に取り組みます。51歳で再び転機が訪れます。太陽が射手座に入り、より大胆に冒険を求めるようになるのです。旅行をしたい、あるいは哲学を学んで刺激を得たいと思う人もいるでしょう。10月2日の誕生花はオレンジコスモス。花言葉は野生美。ラムサからの今日のメッセージ。自分の内面に感じる真実を生きるのだ。その真実があなたの栄光を示すように、その真実を生き、それを現実化しなさい。あなたがそうしたとき、あなたは自分の観点から人生を評価し、それを生き、理解したことになる。そしてあなたが人生をどのように見ようとも、それは常に正しいのだ。それではあなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。